ねえ、吉江さん。結局はその気持ちの問題なんですよね。人間ってその自分の感情をある程度コントロールすることができるんですよね。で、そのコントロールできる幅って、まあ、経験とか修行によって結構ね、大きくできたりするんですよ。まあ、例えばね、すごく落ち込んだ時にでも、励ましてもらえる人と出会うことによって、なんか元気出たみたいなことがあったり、すごく元気のない時にね、ある音楽を聴いてすごく勇気をもらえたりとか、なんかそういう風なパターンってあると思うんですよ。気持ちを切り替えたい時にやることとかね。私の場合はなんかお風呂に入ることなんですよね。結構ね、お風呂に入るとすっきりするんですよ、どんな時でも、うん、あと寝るって感じですか。寝るとなんかやり直せるみたいなね、リラックスしたりとか、美味しいものを食べるとかね、いろんな形で自分のモチベーションにスイッチを入れる方法ってのが長い人生の中でいくつか見つかってると思うんですよ。中にはこうね、薬を飲むみたいなこともあると思いますし、ちょっと過激な方法で気持ちを切り替える人もいるかもしれませんけども、何にしても気持ちを切り替えることによってなんかその前向きになれなかったことがね、思いっきりできたりすると思うんですよ。でその一つがコンサルじゃないかなと。この人と一緒にいるととかね、この人の励ましを聞くととか、この人になんかビンタをバーンってぶたれると元気ですかみたいなのになるとかね、いろいろあると思うんですよね、うん、まあ有名人に喝を入れてもらうっていうのも一つなのかもしれませんよね。あと最近ね、面白い元気の出し方を聞いたんですけども、なんかそれは彼女が彼氏の元気がないところをね、友達の女の子に相談するんですよ。じゃ友達の女の子はなんかすごい的確なアドバイスするんですよ。あ、彼氏が元気なかったらね、おっぱいも持って聞いてあげたらいいんだよって。さあすぐ元気になるよって言ってからね、それいいかもみたいなこと言ってましたけどね、うん、まあそんなスイッチの入れ方もあるのかなってことですよ。まあ、ちなみに今ね、亜鉛のねサプリメントを飲んでるんですよ。結構元気になると亜鉛でね。グッド。じゃあ、いってらっしゃい。